ジオシティーズとはアメリカ合衆国のヤフー及び日本のヤフージャパンが運営していた無料のウェブサイト提供スペース。また前述の米日のジオシティーズサービスを開始した当初の運営企業もジオシティーズを名乗った。同運営企業はアメリカ法人は1994年11月にアメリカ合衆国で設立2009年10月解散した。日本版の場合 2015年2月時点では、Yahoo Japan ID を所持している人であれば、最大 100MB の容量が利用できた。有料ホスティング会員のジオライト、またはインターネット接続サービス、Yahoo BB 会員ならば 300MB、ジオプラスなら 10GB だった。いわゆる、出会い系サイトや、成人向けサイト、閲覧が制限されるサイトは禁止されている。また、 三ヶ月以内の更新が必要とされていた。しかし、更新されずに三ヶ月を超えても、削除されずにそのまま残り続けていたページは非常に多かった。もともとはジオシティーズ社が開始、運営していたサービスであり、ウェブサイトの無料スペースとしては先駆け的な存在である。 1996年の売上高はおよそ5万ドルで、その1年後の1997年には500万ドルというように、当時その成長には目を見張るものがあった。1997年6月にソフトバンクと合弁で日本法人のジオシティーズ株式会社が設立され、同年9月にジオシティーズの日本語版サービスが開始した。成長ぶりに目をつけた米ヤフー社が、 1999年1月28日にジオシティーズ社を買収すると発表。その後、ジオシティーズの無料ウェブサイトスペースのサービスは段階的にヤフーのサービスに統合されていくこととなった。そして、2000年3月に日本のジオシティーズ株式会社はヤフージャパンと合併し、解散、日本法人のジオシティーズもヤフージオシティーズに改名された。 アメリカ合衆国版のジオシティーズサービスは2009年10月26日に終了、閉鎖された。2018年10月、ヤフージャパンは、再三名や今後システムを維持するためのテクノロジーに関する複数の課題などを総合的に判断した結果、これ以上の継続は難しいとし、日本語版ヤフージオシティーズを2019年3月末で終了すると発表した。 2019年3月31日をもって予定通りサービスの提供を終了した。このサービスで作成、公開したウェブサイトを所有するユーザーは2020年3月31日まで FTP によるファイルダウンロードのみ利用可能だった。ジオシティーズは本当に詳しい人が書いていた頃のインターネットの資産としての価値があると指摘されており、その需要は依然として残されていた。 2019年5月、有志によって閲覧不能になったジオシティーズのサイトから、インターネットアーカイブへ自動リンクを接続する Chrome 拡張機能、GOODBYEGEOCITIES.jp が公開された。日本語版、Yahoo ジオシティーズ終了後も、Yahoo ショッピングとペイペモール店に出店している店舗が作成可能な店舗向けウェブサイトでは、 ショッピングジオシティーズ j p ドメインが使われており URL としてはジオシティーズの名前は今も残っている以前ウェブサイトのアドレスはジャンル別に分かれたコミュニティ名とバンチを使ったものを取得できていた新規アカウントへのバンチを使った URL の割り当てが廃止されるまでにミスタイプの多発を理由としたコミュニティの解明や コミュニティの追加があり、ウェブサイトのジャンル分けもこれに伴って変化している。日本版の場合は以下の通り、以下のいずれかの方法で編集、公開できた。無料ユーザーはバナー広告がウェブページ上部に入っていた。形は以下の2通りから選べた。AB、ヤフージオシティーズサービス利用規約。2018年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。 サービス終了を告知する特設ページにも更新されないページを削除する権利を約款に明示は、したが実際にはできるだけ削除を避けたとある。ソフトバンクが米女シティス社と合弁で新会社を設立無料のレンタル WWW サーバーサービスを日本で9月から提供開始。インターネットウォッチ2012年9月4日へ覧。ラン。Yahoo! ジオティーズを買収。 インターネットウォッチ、2012年9月4日閲覧。ヤフーがジオシティーズとブロードキャストコムを3月に、九州合併サービス統合の詳細はまだ白紙。インターネットウォッチ、2000年1月14日閲覧。米ヤフーが、ヤフージョ詞ティス年内閉鎖へ、日本は引き続き提供。インターネットウォッチ、2012年9月4日閲覧。米ヤフー。 ヤフージョシティス10月26日閉鎖。インターネットウォッチ2012年9月4日閲覧。ヤフージオシティーズ2019年3月末でサービス終了へ。C ネットジャパン2018年10月1日閲覧。サービス終了のお知らせ。ヤフージャパンジオシティーズ2019年4月4日閲覧。ノイズレスサーチが大反響。Google 検索表示で。 イラッとする保全サイトを除外ビジネスジャーナル、ビジネスジャーナル、ハットサービス終了の、Yahoo g e o c i t i 発掘に役立つ Chrome 拡張が、登場サイトアーカイブを自動で検索、表示からネットラボレートして、ゼストウのペイペモール店 https コロンスラッシュスラッシュショッピングドットジオシティーズドット j p スラッシュゾゾスラッシュセールスラッシュなど、ジオシティーズ、16日より一部コミュニティ名を変更。 コミュニティの増設も、インターネットウォッチ、2019年3月2日、閲覧。解説間もない頃のコミュニティ一覧は、コミュニティジョシティスジャパン、2009年4月30日、ウェブアーカイブ。一方、パンチの新規割り当てを終了した、次期のコミュニティ一覧は、コミュニティジョシティスジャパン、2019年3月22日、ウェブアーカイブ。 ヤフージオシティーズ全ツールとサービス一覧。ヤフー株式会社。2012年12月30日閲覧。ありがとうございます。